すべてが砂に飲まれてしまった。これで何度目だろう。あと何度こうして砂に。姉さん、そう、ね、でも諦めちゃダメ。やらなければ。ほう、うん、僕たちがやらないと。だけど、ほん、わからない。だけさ、そうだね、僕たちの力は。そして今度こそ。相変わらず時間通りだな。おしゃべりは結構だ。その口の聞き方もいつも。まあいい、成果を出しているうちは。ごめん。ストック、お前に知っての通り、我がアリステルがグランオルグと。戦況は悪くなる一方らしい。その通り。グランオルグの領土、帝国は跡地に近い。案連中は死に物狂いだ。緑、厄介なことだ。我が情報部もグランオルムには長らく。このところ彼らに予定外の事態が続いている。今回もそうだ。敵の重要な軍備情報を持った密偵が戻ってこられなくなった。救出作戦ならば訳ありか。そういう合流地点はラズビル丘陵。そこまでは別の者が。自らの命に言うまでもないことだが、軍部が動く前にただでさえや。増援なし。この状況でやれる部下は上わしが信頼する。任務は果たす。それだけだ。頼もしい返事。今回の任務にあた。部下、また俺以外にする。それが嫌なら部下の能力をうまく使い。もし無理なら部下ではなく自分が生き残るための道具だと考えればよかろう。二人とも外で待たせてる。道具か。そいつらの能力は。甘えるな。それからまだ他にある。これをお前に渡しておこう。随分と古い本だ。それは白紙録と呼ばれる。白紙録。何も。その点は気にす。今回の任務でもしか。どういう意味だ。別に深い意味。そうだな。どの道をお前にとって。分かった。任務に向かう。ストック、早く来い。あの二人が。お前たちか。ハイスの言っていた部下というのは。
はじめまして。私はレイニー。よろしくね。ほら、あんたも自己紹介。僕はマルコって言います。よろしくお願いします。二人とも戦えるのか。当たり前じゃん。私は槍の。僕は剣術だけど、回復術を心得てるよ。俺はストックだ。うん、大使様から聞いてるよ。へえ。でも私は好きだな、ペラペ。気に入ってもらえたり。うまくやれそうな。それより、ストックでいい。それじゃあストック。早速だけど、護衛だ。ラズビル丘陵の西まで。またレイニーは。そうやっ。何よ。だけどグランオルグ軍がラズビル丘陵付近まで。それと、だってここに攻め込まれるのも時間の問題じゃ。俺たちが迎えに配す曰く、敵の軍。軍リッチャー、これは重大。そうだ、グランオルグ兵とも。だから俺が選ん。こんな大ストックって。どうなんだろう。とにかく与えられた任務は全員。ああ。これは。なんだこれは。まさか。どういうことだ。何なんだ。どうしたのストック。急にだ。もしかしてレイニーがよ。いや、な、さ、任務に向かず。あ、ハイス様から支度金を。僕、町のお店で。どう、任務ってのは何が。そうだな、さあ。やした。よろしい。
ろしくお願い。おそらくな。よ、行こう。よ、いえ。ストック。ロッシュか。相変わらず釣れないな。俺相手ならそれでいいが、他のやつにはそんな不愛想はやめた方がいいぜ。ところでこれから仕事なのか。ああ、情報部の仕事か。どうしたらしい。何が言いたい。ストック、今回の任務は危険だ。俺の任務はいつだって危険だ。今に始まったことじゃない。そうじゃない。俺が言いたいのは、そうだ。嫌な予感がするんだよ。うん。俺は今まで何人もの兵士の死を見てきた。その時、俺はいつも嫌な予感がしていた。死んでいく奴らに特別な気配を感じていた。死の気配だ。今の俺にもその気配を感じるのか。そうだ。
この気配はやばい。もしうまく生き残れても、俺のこの腕のようになる。そんな気配がする。ガントレット、魔導仕掛けの義手か。俺はまだ運が良かった。片腕が作り物になってもこうして生きていられるんだからな。お前もこんな体になりたくはねえだろ。ストック。ああ、なんだ。なんだじゃねえよ。すげえ怖い顔してたぞ。そんなに俺の言うことが気に障っちまったか。だったら謝るぜ。いや、そういうわけじゃない。こっちの話だ。気にするな。そうか。ならいいんだけどよ。分かっちゃいるさ。いくら俺が止めたって、お前はどうせ任務に行っちまうだろう。アリステルの勝敗がかかった任務だ。失敗は許されない。そうだな。当たり前のことだったな。任務を全てに優先させる。それは情報部のお前も軍人の俺も同じだった。縁起でもないこと言っちまって悪かったな。言わずにはいられなかったんだ。心配してくれたことには礼を言う。だが俺なら大丈夫だ。お前の勘も外れることを証明してみせる。勘が外れるようじゃ選手としてはいまいちなんだがな。今回ばかりはそう願うぜ。それじゃあ俺は戻る。ラウル中将に呼ばれてるんでな。ストック、死ぬなよ。ああ。ねえストック、まだ行かないの？今の人知り合い？ああ、俺の親友だ。へえ、ストックの親友か。それにしてもすごい腕をしていたね。あれって義手でしょ？俺も詳しく覚えていないが、あのガントレットは魔導仕掛けで本人の意思通りに動かせるらしい。この町にいればまた会うこともあるだろう。さあ行こう。Thank you.
帝との合流地この辺はだろうな。あ、私、お、それってそうそう、あの道なら、うん、ねえストック、僕たちが役に立つって。わかった、それではと。任せといてよストック。危ない。うわ、終わったな。二人とも、うん、僕たちストックほどじゃなくても。そうだ、だからさ、なんていうのかな、そういう風になりたいね。まあ、なんだか言われてみれば。合流地点に急ごう。降ってきたな。将軍。ああ、この音は自分の優位だけに目を。はっ。この状況はネズミが動き回るには絶。ご安心ください。うん。お前の働きにはきお任せを。そうさせ。しかし気に入らん。合流地点はこの辺り。来てないみたい。まさか。結論を急ぐな。とにかく待ってみようよ。でも早くしないと、アリステルが攻撃する。そしたらまた。レイに帰る。僕と。こういうことは変にかでね、僕たちはある日その傭兵団が壊滅しちゃって生き残ったのは僕と、そんな僕らをハイス様。あの時のハイス様は、ハイス様、生き残ったお前たちはわしのところに来い。真に正しい。だから私とマルは歴史を作る。あれ、向こうから誰か来る。やっと来た。待て、あれって。とにかく合流。大丈夫か。安心しろ。いたぞ。あんたは後ろ。レイン、マルク。レイン、おうおう。
これで全部か。怪我をしているな。僕、こんな時のためにこれが最後の一本だ。これが俺たちの仕事だ。それより、敵の軍備情報だな。ああ、わかった。ここからなんとか任務の…でもここからが大変だよ。グランオルグ軍の中を突破することになるし。さっきの追っ手だってま…まずいぞ。逃がすか。すぐにここ、俺が進撃の不意打ちに中…任せといてよ。行こう。早速背中…そのようだな。さ、行け。分かれ道だね。どっちにしよう。北の端。いや、ここに来るときに僕たちが通ってきた川。そうだね。危ない。こんなどうしよう。ストック、話は後だ。次の俺は狙撃。逃げられ。密偵を殺して。あれは昔。とにかく二人のところに戻ろう。二人とも無事か。密偵は。これって私がもっとちゃんとして。うろたえるな。失敗したからといって俺たちはこの状況を本国に守りたいんだろ。ストックの、せめて僕たちがこの状況。南は封鎖されていて通る。でも北には敵が展開中だって。だが敵陣突破ってわけだね。そうだ。そうだ、どうしよう。ダメだ、ここで片付け。みんなで近く。ああ。
緊張した。予想はしていたが、この先にただ闇雲に戦う。うまくやつ、よし、全力で倒す。いや、油断はするなよ。終わらせる。していこう。いたぞ、いたぞ。油断はするなよ。アリステルのネズミがここを通る。どうやら奴の情報はただ。ま、ま
は水曜すと弱気になっちゃダメ。もうやるしかないんだからさ。将軍。そうだな、任せるとしよう。私は突入に向けて最終確認に戻るまでに片っ あんた誰かがこの状況を本国。そうだよ。そしてその寄せ任せたよ私。ストック。うん、そこまでレイリー。ダメだった。負けられない。遅い。はっ、そこを。うわ。無駄だ。レイリー。しかし、ふん。ここは俺は。いいえ。誰だ。来ましたね。ようこそストック。子供。姉さん、やはり彼は。そうね、分かってはいたけれど。質問に答えてもらおう。私はリ、そして僕はティオ。ここはどこだ。ここはヒストリア・ソーマの力によって生み出された。君は白紙録の正当な所持者として。うん、白紙録。お前たちは。白紙録とは時を操る。白紙録と所持者は今。何のことを言っている。そうだろうね、それは当然の反応だよ。落ち着いて。状況。そうだ、確かパロディ。君は仲間を殺され、君。そうだ、俺は何もできないまま。レイだから部下なんて。あの時。くそ。そうですね、その。わからないかい、君があの時鍛え抜けた。あの時。でもあなたは。だから、このか。では。そういうことだね。だからなんだ今。それに南は封鎖されていた。俺たちの運命はあそこ。そうです、ストック。それは発想か。お前たち。結論から言おう。君には世界の運命を決する。過去の歴史を変え、無数にある可能性の中からそれらをつなぎ合わせ、
ストック、君は白紙録を。いや、過去をやり、そんなことが。では実際にやってみればわかるでしょう。本気なのか。本気さ。君にはロス、それに過去に戻れた、その強い思いに。だったら俺は。それが、行くんだストック。待っていろ、次こそは助けてみせる。ここは、この傷は、あれは夢じゃない。みんなは、うちだ。分かれ道だね。どっちにしよう、北の端。いや。ここに来るときに、僕たちが。この場面、まずい。危ない。あっ、狙撃。あんた大丈夫？あ、よかった。まずいよ。どうしよう。南側を抜ける。今度こそ。今度。バリケード。こんな重いもの、やっぱり。ダメだ。下に。もし無理なら、部下ではなく、自分。やあ、ストック。それにしても、こちらは袋小路だったね。しかし、その袋小路を打開。私、これで袋、君が選ぶ数ある可能性。ねえ、ストック。もしかして。ああ、このバリケ。え？俺に任せろ。